こんばんは、男のことを監督しました水川あさみです。そうですね、役者として舞台挨拶に立つことはあっても監督としては初めてで、なんかいつもとは違うちょっと緊張感があります。だけどこうとても思い入れの深い作品になったので、今日こうして皆さんに見てもらえるのをとても嬉しく思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今回のこのキャスティングについてまず教えてください。はい、そうですね、私は当て書きなんていうような余裕は最初はなく、ある程度台本ができて形になって、まあ、男一人が出てくるっていうことになってから、初めて監督するっていうことなので、まあ、そういう私がやりたい意図だったりとか、なんかそういうことも汲み取ってくれて、あと何より演出しやすい、何でも言える方がいいなっていうことね。まあ家帰ってみたら久保田くんがいて、あ、そうじゃんと思って、お願いしてみましたら快くやってくださるということで、ありがたかったです。もうすぐに、あ、いいよっていう一言だったんですか？そうですね、なんか、あ、面白そうだねって言ってくれました。はい、でもそうやって演出するっていうのも、うん、ちょっとこう緊張とかしませんでしたか、うん、ご自身がやっぱり役者さんやってるっていう部分では。そうですね、なんかどういうふうに伝えたら伝わるんだろうとか、自分が実際役者の時に監督が言ってる意味がわからないみたいな時もあったりも実際するし、なんかそれをこう自分が実際やる時になってこれが伝わるのかっていう心配だったりとか、やりたいことをこうちゃんと伝えられるかっていう不安がすごいありましたけど、うん、なんかこうやっぱりうまく汲み取ってくれて、現場もスムーズに、なんかこうこれはどうあれはどうみたいな感じでいろいろ見せてくれましたね。うん、出来上がった作品、久保田さんご覧になってどういう感想をお持ちした？あ、なんか今まで見たことない顔を見たみたいなことはおっしゃってくれましたけどね、はい、すごく嬉しい褒め言葉をいただきました。そうですか。でもあれですよね、本当に今水川監督がおっしゃってる通り、役者さんでこう監督をするっていう時の演出っていうのはね、うん、それぞれ経験されてる水川監督だったりとか、うん、池田監督だったり斉藤監督だったりっていうのも、うん、ちょっとこう気にするところってあるんですか、皆さんは。どうするんですか、なんか芝居してみるの、演出するとき芝居するの。なんで僕に絞ったんですか、ね、お前からやみたいな。うんじゃないの、坂上君からそっちに。いや自分ではできないことをしてくださる、うん、あの方たちなので、うん、もう一切しない、うん、あ、そうなんですか、はい、言わないってこと。言わできないから、はい、素敵。だからもうキャスティングが決まった時点でもう終わってる感じがします、僕の場合。あ、なるほどね、はい、うん、うん、じゃない。何逃がしてやるかみたいな。